れだけ叩けりゃ十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ、なかなかやるもんだな。カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が強いんだろ。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわり。なっ、クリリン、どっかでものすげえ木を。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど。いけんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16。そっか、あいつは人造人間だから気がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。かと思えば孫悟空とクリリンじゃないか。おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度叩けてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。オラがすっから、おめえは18号のとこへ行ってやれ。すまない、悟空。18号さん、ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの人の知り合いですか。すみません、彼女は私を守るために。セル、絶対に許さない。ふっ、しらしい芝居をする女め。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが早く巡ってきたと喜ぶべきか。すみません、誰だか分かりませんが18号さんのことをお願いします。俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。やめろクリリン、おめえの勝手な相手じゃねえ。おめえさん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と強くて。当たり前だ、相手が誰だろうと18号。
きなって。ちょっとやってみて。されてさえいなければセル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知ることになるだろう。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。十八号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、十八号さんをかばってくれてありがとうございました。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさらわれ、何のためにさらわれたのかまではわかりませんが。もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した原因は。はい、全て軍の仕業です。私は波動によって戦士の気を抑え、他の人間を憑依させる研究、これはリンク技術というもので、つい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、私は怖くなって逃げ出しました。18号さんとは逃走中に知り合い、一緒に逃げることになったんです。でも途中でセルと遭遇して18号さんは犠牲に。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン軍を止めてください。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン軍の基地がどこにあるかはわかりますよね？できれば道案内をお願いしたいのですけど。すみません、基地の正確な場所はわからないんです。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のところに一緒に行きませんか？俺たち今からそのブルマさんのもとに18号さんを連れて行こうと思ってるんです。まっすぐならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なので
うちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早くレッドリボン軍の基地を見つけてください。はい、わかりました。これは寝てる？この前のペーパーテストの時と同じみてえだな。それにしてもこんなところで波動の影響ってことかな。うわ、悟空、またクローンが現れやがった。
分かっか？おめえ地面にぶっ倒れてたんだぞ。うん、そうなのか。でもあれなんだか体が、うん、それは妙な波動の影響を受けているせいよ。詳しく説明するとね。というわけなの。分かった？もうだから。変な波動、原因、あんた弱くなる、悪いやつやっつける、オッケー？うん。ああ、もうこれ以上どう説明しろっていうのよ。まあ、ブルマさん落ち着いて。つまりオラたちの中に入ってるやつが一緒に悪いやつと戦ってくれるっちゅうことだ。悟空の中に入ってるやつ、そいつ、そう、いいやつ、すっげーいいやつだ。そうなのか。サタンもいいやつ。俺いいやつ好きだ。いいやつならお前も友達。お菓子やる。あれ、お菓子ないのか。そんならブルマが宇宙一うめえプリンを用意してくれた。え、私？この間のパーティーのプリンよりうまいか。もちろんよ。だから先にソン君たちと一緒に戦って。わかった。先に戦う、その後でおやつだ。大丈夫なんですか、宇宙一のプリンだなんて。もうソン君ってば、後で覚えてなさいよ。できるはずだ。こりゃこりゃ、ロック、
Yeah!
Thank you.
成果を見せる。なぜだ。あいつらもうまく力を使えないはずなのに、なぜこの私が負けねばならんのだ。無様でしたね、フリーザ君。あなたの戦いぶり遠くから見物させていただきましたよ。私との約束を無視して抜け駆けした挙句敗北するとは。それであいつと対峙してみてどうでしたか。お前に教える義理はない。そうですか。実はですね、私の忠実な部下たちが面白い情報を仕入れてきたのですよ。お前の忠実な部下というのは、あのおかしなポーズをとる連中のことか。まあそうです、義乳特戦隊と言います。欲しくはありませんか。私の部下が手に入れた情報を、あなたの持つあいつの情報と情報交換というわけです。Wonderful! Storia! Storia! Go, go!
Are you ready?
説明は必要ない。波動のこともリンクのことも今わかった。え？まだ何も言ってないのに。説明を聞くのも面倒だったからな。お前の心を読ませてもらった。心を読んだ？ああ、ピッコロは元は神様だもんな。あんた、まさか余計なことまで読み取ってないでしょうね。私はお風呂に入っている時の記憶とか雑多な情報の一つにあったかもな。それがどうした？どうしたって、何よそれ。乙女の秘密を何だと思ってんの？まあまあ、ナメック星人にとっては乙女も何も関係ないですって。それにブルマ、おめえもう乙女って年じゃ。とにかく事情は分かった。ソン、いやソンにリンクしているお前、ずいぶん面倒なことに巻き込まれてね。だが今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。
Go!
まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の量や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。しかしここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいだろうな。自分のことは自分が一番よく分かっている。今回はそれを利用して自分が相手だからこそできる戦い方をしてやる。Yeah!
し、修行始めるぞ。よし、いいぞ。こっちだ。次はこれをやってみろ。状態だ。